袋のガチ中華。妹と沸騰シャオチーチェンという中華料理屋さんに行ってきました。注文はスマホから。カモの頭焼きだって。カモの頭、どんな写真になる、待って、真っ二つ。真っ二つになってんのこれ、くちばし、怖い。それは無理だザリガニ料理だって。ザリガニ。でもザリガニって意外と美味しいらしいよ。ただのエビ、エビかな。うん、おお。エロ。おお、早い。来た。美味しそう。怖いんですけど。食べるの怖い。ね、熱そう。汁出るか。出るんじゃない。意外と平気かも。意外と平気、うん、あ、でもちょっと漏れるぐらい。ああ。暑いわ。顔すごい。暑い？おいしい？うん、めっちゃ湯気出てるよ。うん。割る？あ、本当そんな、うん、でもめちゃめちゃ湯気が出る、割ると。本当だ。カメラでも見える。意外といけるな。大丈夫。でも中は熱いね。これ頼んでみよう。読めない感じの方にしなかったね。醤油味。何やねあれ。こうそう。赤味噌とか。じゃあ予想赤味噌にするわ。正解教えて。ベニコンサー。コンサー。酒粕。酒粕。あ。ただ今出しますので。え、カニ乗ってなくない？どういうことだろう。そういうものなの？カニの出汁ってことか。なんだ、こういうカニ乗ってるのかと思った。あ、ラーメン。あ、美味しいよ、でも。でもカニっぽい。やっぱ出汁出てんだ、カニの。乗ってないけど。カニとカニ味噌の味がする。うん、カニ味噌の味。いた、埋まってた。なんで上に乗っけてくれればいいのに、ね、1匹だけ、足だけ1匹っていうか 0.3 匹ぐらいだけど、これ1匹ではないけど、1匹ではないわ。辛そうだね。どうしよう、バラバラ。熱い。え、硬い。パンが、うん、美味しい。何味？チャーシュー。チャーシュー甘いってこと？醤油煮込みにしたから。あー、チャーシューパン。チャーシューパン噛み応えがある。噛み応えがある。なんかさ、九州の修学旅行行った時さ、角煮まんみたいなかったっけ？言ってないかな。言ってないわ。そうだけだった。高校が違うから。そうだ。言ってないわ。長崎かどっか。何やった角煮まんが？これの外身が肉まんの厚いバージョン。あ。旅館のご飯で。どうぞ。これも美味しそう。アホイ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 。ありがとう。
めっちゃ湯気出てた今。あ、ほかっかー、出来たて。うん、ま、あんこがやばい。普通になんか日本人の口にも合うような味だったね。良かったよ。